美しくなければカリスマになれない。衝撃でしたね。全く見たくなかったです、マジで。お笑い芸人新村進め33歳。前回は一番痛くて、で今回の期間が一番効果がありました、ね、自身の毛の濃さに悩む彼がたどり着いた場所はここ、男性専用の総合美容クリニック、ゴリラクリニック。これは美に悩む男たちを追った記録映像である。しばらくやっぱ残るじゃないですか。でちょっと1週間2週間ぐらい経ってからボロボロ抜き始めて、でも今回初めてここは抜けなかったんですよ、今までどんなにやっても。だけど今回初めてここもボロボロ取れてきたんですよ。少なくとも休日に遊びに行こうみたいになった時に、まあ僕の今まではひげ剃る時間が確実にあったわけですよ。でそれがなくなったんで本当に早いですね。めちゃくちゃ早いですよ、ひげ剃るの。本当に世界で一番早いんじゃないですかね、多分。そうですね、ここは多分1週間に1回ぐらいしか剃らないかな、もう多分。もう ここを何往復かしたらもうおしまいです、あーつって言って何周もすりゃいいやぐらいな感じで、もうそれでもすぐ終わるんですよ、本当に。めちゃくちゃ早いです。肌の状態、実はですね、前回初めて荒れたんですよ。で実は前回が僕一番痛かったんですよ。ただここの2ヶ月空いた時の効果、一番現れました、ね、やっぱ本当に取れましたもん。ここもなくなったし。施術を終え、現在の心境を伺うことに。全然痛くなかったですね。もう圧倒的にここは無でした。何にも感じなかったですね、ほとんど。だからここら辺に近づくにつれて、ああ今来たね、ああ今来たねぐらいなのがちょっと来るぐらい。ここら辺も無でしたね、何も。だから聞いてんじゃないですかね、前回のやっぱあの痛みで全部死んじゃったんじゃないですか、ここら辺。全然痛くなかったですね。いやこれはびっくりしたな、これ初めての感覚ですね。ただ8月からで一つだけ難点があって、僕ちょっと太ってきて、施術するときに顎やりづらそうだなと思って肉がついて、それが申し訳ないなって思ったぐらいですね。かっこよくなる方向に行くんだ、ちょっとそっちも合わせていきます。ちょっとそうですね、私生活の方を怠ってましたね。